はい、今回の動画はワードで作成した文章に後から編集ができないように制限をかける方法をご紹介します。で、ワードでですね、作成した文章をですね、このデータのままですね、誰かの他の人にですね、渡すといったときに、この文章の中身をですね、勝手に編集されたくないということであればですね、この文章にですね、その編集ができないように制限をかけることができます。それではね、早速設定方法ですけども、まずはですね、そちらのね、文章をね、開いた状態で、この左上のファイルというところをクリックします。はい。で、次にこの左側のですね、この情報という項目のところをですね、クリックをしてください。はい。で、次にこの情報の中のこの文章の保護というところですね、こちらをクリックします。はい。次にこの中のこの編集の制限というところをクリックをしてください。はい。そうすると画面の右側にね、この編集の制限っていうのが出てきますんで、この文章の方にですね、制限をかけたい場合は、こちらですね、ユーザーに許可する編集の種類を指定するというところですね。こちらをね、クリックをしてチェックマークをつけてもらって、このね、編集の制限のね、種類をね、設定することができますんで、この矢印のところをクリックをしてもらうとですね、変更履歴、コメント、フォームへの入力、変更不可という形でですね、この制限の種類を選択できますんで、もう完全にですね、編集されたくないということであれば、この変更不可、括弧読み取り専用というところですね、こちらを選択をしてもらって、この下のですね、はい、保護を開始しますというところをクリックします。はい。で、次にこの保護に対してですね、このパスワードを設定することができますんで、こちらはね、基本設定をしといてもらえるといいと思います。なんで、パスワードですね、上と下にね、同じパスワードを入力をして、これで OK ボタンをクリックします。はい。これでですね、文章の方のですね、編集ができない状態になってますんで、例えばね、じゃあこちらでバックスペースで文字を消そうとしてもですね、編集ができないということですね。で、この保護を中止したい場合はですね、この編集の制限というところの下のところにね、保護の中止というのがありますんで、こちらをクリックをしてですね、そうするとね、先ほど設定したパスワードが求められますんで、ここでパスワードを入力をするとですね、この編集の制限を中止することができるということですね。はい。といったことで、今回の動画ではワードの文章の編集をね、制限する方法を紹介しましたけども、最初にも言ったように、このワードで作成した文章を誰か他の人にですね、データのまま渡して、で、そのね、データをですね、編集されたくないといったときはですね、この方法で編集にね、制限をかけておいてもらえるといいと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。